皆さんこんにちは。新人事を尽くす猿の夢中デイ39始めていきます。このシリーズは未だ達成したことがない最終レート2100を目指し、ランクバトルに対してなすべきことを全てなす挑戦の企画動画シリーズです。今まで目標にしてきた最終2桁順位については、シーズン22で達成することができましたので、ひとまず目標を達成とし、次なる目標は最終2桁順位のさらに先、まだ見ぬレート2100の景色です。今回採用している対戦時間がとても長いので、前語りを簡潔に行います。パーティーの見た目は一緒なのですが、使用しているポケモンの構成が少し変わりました。ナットレイから残飯を取り上げ、持ち物を万能傘に変更。取り上げた残飯をバンギラスに渡し、ダイマックスをしのぐために残飯と相性がいい守るを覚えさせました。ナットレイの挑戦についてはいろいろな意図があるので答え紹介をしていきたいのですが、時間がちょっとないので次回がっつり紹介します。中途半端に尺が余ってしまったので、先日行われた飲み会で僕が大滑りした一発ギャグ置いておきます。ミッキーマウスが絶対に言わないこと。やめに、この武装な人事を尽くす猿の夢中デイ39連動爆発でレート2100へ突き進め、始まりますよ。はい、お願いします。MJ さん、お、いいね。上の順位帯を引きました。イベルバドか。イベルバド。イベルバドってめちゃめちゃバンギがきついと思いきや、多分バンドリで見てるんだろうな、これ。まあでもバンギは出すけどね。バンギは出さないと勝てない。僕の構築の強いところは、雨天候のガマゲルゲと砂天候のドリューズ、どっちもレックダで制圧できるんで、これレックダ出していきたいね。で、バンギは必要かな。レックバンギベース。で、レックバンギだと何がきついかというと、相手のテッカーギアですよね。あれを崩し切るために、剣前雑誌なんか剣前レックザ置いとかないと勝てないかな。で、ガマゲルデがタスキの可能性があるのかな。まあ、これはザシアンレックバンギかな。ナット出す必要ないもんね。うん、これでいきましょう。対戦よろしくお願いします。イーベーカーオッケーオッケー。とりあえず、これは初手。有利対面ではある。で、これ居住山で一応イベルタルでワンパンできるんですけど、居住山台玉大ワンとかだとザシアンが落ちるだけで裏にも負担かけられてしまうんで、ここはザシアン大事にします。バンギに引きます。大ワン打ってきた場合正解の動きになるんで、ここは引きます。あえて引いてこれるコマいるかな。まあ、鉄火がぐらいですけど、ワイルドボルトも打てるっちゃ打てるからな。で、ここは電磁波を打ちたいターンですかね。これでドリューズのダイマックスとかガマゲロゲのダイマックスがなくなったので、このバンギリキは強い一手になる。まあダイマンですよね。オッケー。多分特殊型やからバンギリ通る技ってほぼないと思うけど、オッケー。でドリューズがいるかどうかですけど、玉か、玉ですね。オッケー。ってことは控えめだと思うな。これはデンジャーですね。これダイマックスを弱く使わせたんでかい。イベルタルはザシアンで縛れる。カズヤ、オッケーオッケー。カズヤは一番いいやつかもしれん。オッケーオッケー。デンジャー入れて行動を阻害していきたかったんですよ、僕は。なんか今日よく技外すな。行動阻害しながら、ザシアンとテッカゲアの剣前のタイミングを見計らいたい。カズヤのダイマックスはなくなったんで。まあ、抜けてるよね。一応素早さ意識して振ってるから、これ身代わり打ってきた場合でかいね。オッケーオッケーオッケー。まあまあさっきの分と捉えましょうか。で、晴れが止むまでザシアン出しちゃいけない。晴れ放射結構痛いと思うんで、ステルスロック打つ必要あるかな。まあダイアーク打ちに行ってもいいんですけど、ステルスロック。宿り気がない状態でザシアンとレックーザをこいつに着地させたいね。あ、オッケーオッケー、でかいね。一回バーカードで小突きましょうか。小突く暇はある。で、硬さ大体判断できるから、残飯持ってるかをここで見極めて、あ、なんか入った気がするな。認識より。身代わり。オッケー。で、相手的には、宿り木を打ちたくなると思うねんけど、これ、バンギに悩ましてもいいような気がするな。いらないの誰かな。あー、オッケー。ダイヤーク打てば身代わり割った状態で次のダイヤーク、影が受からなくなるから、そこで集中してってもいいんですよね。これ、ダイヤーク打ちますか。これ、バーカートの火力的に絶対、鉄火が落ちるんで、ダイヤーク打ちます。オッケー。これで身代わり割れるね。ここ守られてると、ちょっと、きついかなって思いましたけど、これは問題ない。で、ここで、しびれが発生したりとか、宿りの外れが発生すると、
アドバンテージしかない一ターンになるから。オッケーオッケーオッケー、噛み合いいね。よしよしよし。バーカウトはね、やけども効かなくなるのもすげえ強いんですけど、ダイアークとすごく噛み合いがいいんで、バンギ自身が崩しの駒になれたりするんですよね。鍵はひょっきょっき、まあ、引くしかないよね。あ、まあでもこれはザシアンで勝ちっぽいかな。ちょっと待って、これ死に出しザシアン玄米で良さそうかな。急所バンギの構成にもよるけど、ここで雑誌屋に引くのでもいいし、ただ自身打たれても嫌やからダイアーク打ちましょうか。何してもいい気がする。ここでダイアーク打ってことはレックドの玉自身圏内に入るんで、よし OK。 ひとまず番組の攻撃をしのいできましたね。電磁波か。雑誌屋に引くとこういう裏目が発生する可能性があったからやらんかったんけど、でこっからは電磁波打ちたいけどバークアウトかな。鉄火が出てきてもステルス6バークアウトでそこそこ削りが効くから OK。 あとこう2連電じゃ食らったりするのも嫌やったんで、かぐや引き、ここステルス6バークアウトと当てることができたらそこそこ削りになる。 OK、 いいね。こう受けるの熱いで、相手これ身代わりするとバークアウトで落ちるんですよ。鉄火がなくてレッグラでもいいけどな。あ、ラッシャンの方が残してて強いかな。イベルに上取られるかもしれないんで、ここレクザに引きます。ザシアンがダメージを負うよりかはレクザを夏に身代わりの起点にならないように動かして、かぐやを消耗させてザシアンの剣に入れるがベストかな。手取り OK。 で相手的には守りたいんですよね。身代わりを置くと普通にかぐやが崩される可能性があるから、一回は守りたいと思う。このレクザの方がまだ相手は分かってへんと思うので、でなんならこれ剣前してから身代わりを残されても間に合うから、ここは剣前します。守るしてきたらアドバンテージにしかならないので、鍵は引き、バンギに引いてくるとでかい。オッケーオッケーオッケー。この技読みかな、これでかいね。で、イベルタルはレックウザよりおそらく遅いんですよ。なんでかっていうと、控えめ晴れ大バーンでないとザシアンって飛ばないので、それができるってことは控えめなんですよ。だからレックウザの方がイベルタルより早いはず。でもこれはね、間違いないと思うんだよな。で相手的にはこれね、自信読みで引くこともできんねんけど、これバンギね、画量転生圏内に入ってますおそらく。うん、これ画量転生打ちます。で落ちなくてもザシアン死に出し剣の前で崩しきれるから、ここは画量転安定です。 OK、 よしよし、バンギ沈む。ここちなみにそう、画量転打てる理由はレックザが仮に落としきれなくて落ちたとしても、ザシアン死に出し剣前でもう一回積みリレーの形を取れるので、初手のザシアンに対してイベルでダイマックスを切れるということは、このイベルタルは間違いなく、控えめなので、レックドの方が早いはずです。ガリオテンスいきます。そうですよね、答え合わせができました。そう、ザシアンにダイマを切ってくる場合はイベルタル控えめっても判断できるんで、レックザが上取れるっていうのが分かるんですよね。で、あとはカグヤにガリオテンス打ってもいいし、イワナダル打ってもいいし、それで崩し切れるかな。 OK OK、 これはかなり安定したと思いますね。鉄火や、そう、麻痺の行動制限も結構強いんですよね。こうなってくると一見影屋に通る技がないパーティーなんですけど、割と崩せます。対戦ありがとうございました。 OK OK、 はい、お願いします。あ、ガン入り。ちょっと早速、てかこれはね、雑誌バトやからバンギの道投げるけど、ランドがタスキ想定でいいのかな。地ならしランドかなと思ってるんですけどね。まあこれはザシアンバンギヌオとしか僕投げないですね、ザシバドに関しては。レックは引っかかるポケモン多すぎるな。ザシアンヌオバンギ意外考えられないね。でレックナットの7秒見てガオ、ガマゲロゲはさすがに出すね。この選出、ガマゲロゲにボコボコされる選出するんですけど、この選出でいきます。よろしくお願いします。ザシアン OK。 S 関係分かるのでかい。 S 関係が分かるのはでかい。 S 関係分かる。イジッパかな。うん、イジッパ確定やね。このザシアンイジッパの早い方やからイジッパ確定。ヌオー引き読みを合わされる可能性あるかな。いや
一回三段引きもあるのか。まあ三段引かれたら番人引けばいいね。ここはまあ打ち合うメリットがない。あの5つ目2回触らせて雑誌の上から縛るが一番動きとしては綺麗。オッケーオッケー。でだな、ちゃんとサイクル回すなあかんから、うん、火力的にも53は意地っぱいね。これ再生します。あの次のバンギラス着手のところにザシャン投げられた時にじゃれつくじゃれつくで脳が受からないので、ここは再生をしっかり打ちます。まあじゃれつく打ってバックに対しても手厚くからね、バトリックス。オッケーオッケー。で、このターンなんですけど相手バンギ見えてるんですよ。だから合わせてくる可能性はあるのと、あとはねリーフストーム打ってくる可能性もあるんで、これ一回守ります。ダイマは切られたことあんまないですね、この無王対面で。バンギがいる可能性あるからね。これはね、守ります。まあ、最悪ダイマ切られてもザシアンが相手のザシアンより上取れるので、ここは守るに恨みがない。トラルビットか。これはバンギに引きます。ここね、なんかリーフストーム打ってきた場合、ザシアン読みで大フォローとか打ってくる可能性あるんですけど、この動きをしてくる場合はバンギに引きます。オッケーオッケー。多分ね、普通に考えるとバドレックススカーフなんですけど、違う場合あるかな。で、ランドがいるかもしれへんくて、結構入ったな。まあ、でも控えめの火力がこんなもんかな。こっからの大草原でも問題ないから、これはデンジャーでいいね。ランドがいるかわかるかな。デンジャーで。ランド行った場合はヌオを使ってダイマターン枯らして対応するしかないかな。オッケーオッケー、出したね。これランドいないね。ランドがいたらランド裏から出せたはずなんで。オッケー、デンジャーでテンポ取りに行きましょう。で、これ強い動きがあって、これね、デンジャー打つでしょ。で、相手的にはヌオ引き見えるんですよ、このターンって。これね、バンギ守ります。守るに裏目がないんで、これ守ります。あの、相手、無意識でバドで釣ってくる可能性あるんで、これ守ります。あ、釣ってこないってことは、この次で釣るかもしれませんけど、無意識ますね。じゃれつくかな？うん、無意識のじゃれつくですね。まあ、ちなみにこれも、仕事終了ですね、無王は。ここ、急所当たってじゃれつくで飛んだとしても、こっちのザシアンの方が、上なんで、これ無王着地させに行きましょう。これ急所当たってもいいです。うん、これかなり A に回してるな。242ぐらいあるような気がする。これは、これね、もう無を切りでいいですね。あの、ザシアンはザシアンで縛れるんで、まあ、ランドがいた時のことをケアしとくと HP 管理したいけど、まあ、HP 管理しましょうか。自己再生で。ここ、じゃれつく急所で飛ばせるからっていう理由、じゃれつく強いね。まあ、基本的に受かります。A 特化でも。再生で。で、この次のターンだな。バド草技ない可能性ありますかね。砂を収まる。ここも再生します。ランドがいる可能性があるんで、ちゃんと再生します。HP 管理をしっかりします。引くとしたらここかな。まあ、まだじゃれつく急所圏内なんで、もう一回押してくる可能性あるけど、あ、オッケーオッケーオッケー。これは再生連打でいい。で、どっかでザシアン、HP に余裕ができたらザシアン投げるとかでもいいしね。これは再生をどんどんいきましょう。オッケー、バドかな。ここね、一回守ります。バドにダイマックスを吐かせればいいので、あの、ヌオも仕事としては終わってるんで、バドにダイマ切った場合、ランドにダイマがなくなるので、これは守るでいいです。大草原かな？大草原だと多分守る打っててもしのげないんですけど、動きはスカーフで間違いないと思うんだよな。道万安いな。ナイフェアリー。これはね、相手目線、ナイフェアリー読み、ザシアン着地が見えるターンやから、これ、バンギ引きやね。最高打点が多分これ、ナイフェアリーですね。草技は多分ない。これ、ナイフェアリーだろうが、バンギ投げます。ナイフェアリーだと、バンギ受かります。ワンチャン、雑誌暗意識で大フォロー打ちそうやしね、オッケー。見えてた見えてた。これが見えてるからこれできました。オッ
不安定行動でいいです。あのダイソーダイフィアリー読み雑誌暗着地を狙ってフォロー打てるような気がしたんで、これは正解の一手で、このターン余裕あるな。そうなってくるとステルスロック打つとアドバンテージ握れるんですけど、相手目線はデンジャーが怖いはずなんで、どっちにも恨めらないバークアウト打ちましょうか。オッケーオッケー、これは絶対耐えるから、オッケーオッケー、そうです、多分ダイマ挟んで耐えたはずなんで、オッケー、バークアウトで、これでバドレックさ番組の突破ができなくなったはずなんで、よし、オッケー、合格合格、ステルスロック待ちます。多分バドレックス側は居座らないので、任せた。まあ、あとはザシアの HP 管理とバンギの HP 管理だけしっかりしておけば大丈夫かな。これはステルスロックでいきます。あー、なるほどね、やられたね。残飯パクられたのちょっと痛いな。ステルスロック、あ、でもね、これね、バドレックスね、ザシアの居住残骸してるはずなんで、あの僕のザシアンよりこのバド遅いんですよ。だからこれはでかいわ。これ大魔切ります。居座ってきたら処理できるので OK。 あのスカーフバドレックスのテンプレがザシアンの居住残骸で、あのザシアンの居住残骸をすると素早さに回らないんですよ。だからこっちのバド、こっちのザシアンがバドより速くなるんで、まあそういう調整をザシアンに意図的にしてるんですけどね、スカーフバドレックスメタで。これはドレインキスかな。 OK。さあバークアウトの補正をかかってるんで、これはしっかりバドを処理できる。でまあラス1次第かな。バンギが削られすぎるとサンダーきついんですけど、まあサンダーこれ大魔ないんで、オッケー、バドレックス撃破、よしよし、いいね。ひとまずちょっとイレギュラーとかはあったけど、まあこれがね、大フィアリーじゃなくて大草原だった場合でも、まあバンギをうまく使ったり大魔を切るタイミングを間違えないようにして対応してるんですけどね、いつもザシアン。でこのターンはてかザシアン、これステルスロック今踏んだんで5つ目2回圏内入りましたね。ということはここの無を引き怖いよな。残飯回復したいんでダイオール切りますね。1回ダイオールで HP 管理します。まあ砂利つくしか打てないわな。この残飯回復の意図は、まあ、相手の裏にサンダーがいた場合、この HP10 回復だけでもでかいからですね。無王が今ちょっと削れてるから、じゃれつくじゃれつく受からないかもな。まあ受からなくてもいいですね、これボス目2回圏内なんで。無王の仕事としてはもう十分やりきったから。まあ怖いのがランドいたパターンかな。ランドがいるとちょっときついかも。スカーフ、まあ中でもその中でもスカーフランドが一番やばいかな。これは95乱数、乱数で残るかも。1、2ぐらい残りそう。持ってかれたらしゃあないですね。あ、なんかその残るよね。オッケーオッケー。これは圏内に入ってました。まあ、ステルスロック踏むと、5つ目6回圏内に入っちゃうからね。こんだ、こんだけあればスカーフランドの地震はヌを耐えますね。玉地震やった場合は、ザシアネ対応効くんで、オッケーオッケー、大丈夫。裏にランドがいてもほぼ勝てるはずです。これはヌを、これ、身代わりしてきたら、バンギに回せばいいんで、これ毒打ちます。OK。大変ありがとうございました。安定でしたね。バト差しはほぼ負けないな。テンさん、いいね。ザシバド3連戦やけど、僕今ザシバドに負けてないので、エレザードがちょっと珍しいけど、あれ、一応、オーガ受けか。まあこれね、ザシバンギヌオーとしか僕いつも選出しないんですけど、その選出で僕負けてないので、これも一緒ですね。ザシアンバンギヌオーでいきます。バドレックスサンダーバンギ引き、いや、エレザードもバンギ引き、ブラッキー突っ張り、ランドロサ一回ヌオーに引く、ザシアンもヌオー、ヌオーに引く、これで基本的に動かし方は間違ってないので、あとは立ち回りだけですね。対戦よろしくお願いします。ランド、これ一応スカーフかどうかの判断もできるんで、スカーフだったらヌオに引けば絶対受かるから、スカーフ違う。ことはランドがタスキっぽいので、ランドのタスキを潰したいね。OK。これは引きましょう。
で、玉の可能性がちょっと怖いかな。脳に引きましょう。あ、でも並び的に多分ランド原案のタスキだと思うんだよね。地鳴らし違うかな。あ、地震か。玉かこれ。まあ、玉じゃないな。絶対受かってるな。タスキランドと見てるけどな。草結び言ってきた場合は、いやでもこれヌオがもし事故で落ちると、ザシャンの相手がしにくくなるんだよな。再生をしておきたいとこやけど、再生やな。でも守るか。それするなら守るか。でもそうするとヌオの HP 管理ができないから、再生か毒を打ちたいな。毒だな。あ、オッケーオッケーオッケー。これでタスキ割れた。で、ヌオーを削り切りたいはずなんですよね、相手的には。これ自爆に合わせて守ります。これでランドのタスキ割れたので、ザシアで縛れる可能性が増えてきた。ほんまこれ再生したいねんけど、自爆をヌオーに通ってか、自爆耐えるんやったらこれ再生が一番強いけどな。ダメ消しますね。あ、半分か。再生で受かるな。ちなみに爆発なかったら再生でいい。正解やからな。再生いきます。トンボでかい。オッケーオッケー。これ HP 管理できたな。トンボあんのか。よしよし、これ HP マックス保てたので、ザシアンにあと投げ分けく。バドレックスが来たら一回守るして、リーフストーム打ってくるか見てから動き直しますね。バドカオッケー。ランドはしかも今5つ目入ったからザシアンで縛れそうですね。これ守ります。大草原打ってきた場合は、ザシアンが上から叩けると見て動き直します。リフストを打つ人が見るんで、まずはこれ守るですね。ここの動きはもう機械的な動きで対応します。さあ何打ってる。多分バンギも意識した大草原を打つ気がしてますけど、大草原打ってるかな、大ホロ打ってるかな、どっちかな。それともバンギピンポで大フェアリーかな。草原か。これ多分ね、倍落ちたりするんだよね、ヌオ。あー、オッケーオッケー。5つ目1回稼げるぐらいかな。で、これ残飯、これ残飯違う。グラスフィードの回復入れたら、居住山に対して受け出し1回効くかも。これ多分ね、重要。54あれば意地でも1回耐えるから、これ番組に引きます。これね、大草原連打に見えるタンやから、フォロー打つかもしれへん。これバンギに回します。で、ダイマからします。ダイソーに2連で撃つかな。これもうホロー撃ってくる自信があるんで、バンギに行きます。オッケー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 。見えてる見えてる見えてる。まあ撃てないんですよ、基本撃てないはず。よし、でこのターンね、ちょっと難しくて、僕ね、これ俺やったら草原打たないんですよ。てか、ここでフォローは絶対ないから、ザシアン引きできるんですよね。一回回しそうだけどな。これ相手目線はバンギがダイマックス切ってダイアーク飛ばしてきたらバドが落ちるから、バドが死ぬだけなんですよね。ってなると、ここはランドに引くと思うんだよな。あれはザシアンか。これザシアン合わせます。草原連打はできないんで、ここザシアンに引きます。フォロー打てたら強いけど、ね、これ草原しか打てない、このターン。そうだよね、OK。となると着地ができるので、OK。で、グラスフィードの回復もあるので、アストラルビットを耐えるはず。あとはね、これ、バンギに引くタクも作れてるからね、僕的には。OK、OK。まあ、ザシアンがバドレックスのアストラルビットを耐えるかどうかかな、ダメ消します。控えめのマックスでも120から入る。大体耐えるな。大体耐えるから、落とし切った方がいいな。紙砕く打ちます。てか、相手的にはバンギ引き、タクやしね。オッケーオッケーオッケー。よし、ランド、とりあえず数的有利取れそうやね。ランドを打ち分けしてきたの見てるから、これはいいや。で、バンギの HP 管理できてるし、あと大魔王を残せてるから、いいよ、いい展開。噛み砕く、見せる。てか硬いな、5つ目かこれ。5つ目か。ビートか居住山届くかな。待ってよ。
まあ、毒入ったから落ちそうか。なんとですね、ダメ消します。 50% 以上入ったら落ちる。 42% か。 42% なら落ちないな。でもこれ今あれなんだよね、グラスフィールダーがあるから耐えるんだよな。落としきれるか耐えるかやから、まあ、これもうランド落としきった方がいいな。ヌオーがな、回復できてないんだよな。だからザシアン残さんときついんですよね。巨獣落ちるんやったら巨獣やけどな。ゴツメ自身だとちょっときつい気がする、ザシアン。いや、まあ巨獣撃つしかないな、ここ。ワンチャンこれ42%切ってるし、ランス次第で落ちるし、これ殴り時やわ。落としきれ。オッケー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 。これでかい。この一手はでかい。オッケーオッケー。で、こっからだな。こっからだな。90ね。で、あの、相手のザシアンは、ザシアンに対して巨獣弾しか撃てないはずやから、まあ、バドが来る可能性あるけど、この弾。ザシアン、オッケーオッケー。で、俺、僕はヌオを残した理由ここなんですよ。あの、ザシアン、5つ目2回で落ちるんで、あの、ザシアン5つ目2回当てれば、こっちのザシアンの巨獣弾圏内に入るんで、ここ引きます。で、相手はヌオ受かってへんから巨獣弾しか打てないんですよね。まあ、じゃれつく打ってきたら1回で抑えてくるから強いけど、巨獣は40に捨てろ忘れてたな、今。どうかなー、これ耐えたら偉いけど、意地かな、意地かな。いや、多分ね、54丸々残ってたら多分1残ってる。いやーいやーいやー、5つ目1回は届かないな、多分5つ目1回は巨獣弾に届かないな。あと最速負けです。最速は負けですね。最速は負け。乱数にかけましょう、これは。いや、5つ目2回稼げると思って残したけど、そっか、ステルスロックがあったな。そう、53あれば絶対耐えるんですよ、イジッパでもね。まあ、これそもそも最速やったらザシャン抜かれてるんで、そのルート全然安定しませんけど、巨獣弾します。オッケー、落とせばワンチャンある。落としたらワンチャンある。落としてワンチャン届け。オッケー、急所かこれ。よしよし絶対有効。多分これ5つ目分急所で届いた。オッケーオッケー、あるぞ。これは死に出し安定か。待てよ、多分スカーフなんだよな、間違いなくスカーフなんだよな。スカーフじゃなかった場合がきついか。リフスト打たれた場合は、いや、リフスト打てねえか。てか万人気安定か。これ内訳してくるやつで、アストラルビットでザシアン落ちが一番やばいんだよね。158あればリフスト耐えるか。いや、怖いな。草原あるもんな。万人に引きます。てか大体スカーフなんで、ここリフスト打たれた場合リフストしか打てないはずなんで、万人引き。てかこのザシアンはさすがにリフストが落ちへんから、トラルビットしか打てないよな。打てる、打てるけど、バンキ耐えるんですよ、このように。ってことは2回打たなあかんから、守る挟む必要ないよな。これリフストでしかバンキ落としきれへんから、うん、デンジャーでいいな。リフスト今2回打ったし、3段階ダウンでしょ。まあ9勝ぐらいか、負け筋あるとしたら。そう、バンギに9勝当たって飛ばされるより、多分ザシアンの半減リフストの方が、半減リフスト9勝の方が多分勝ち筋太いんで、僕バンギに引いたんですけど、その要はザシアンが対面でリフスト9勝で落ちるか、2連9勝とのみじゃ相手当てなあかんので、そうすると多分こっちの方が対応できると思ってこう動いたけどな。これリフスト急所圏外だと思うからね、さすがに。紙砕く打ちます。さあ3段階下げているが、巨獣山じゃなくて紙砕くいきます。内訳してきたらびっくりするけど、ないよね。 OK、 よし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 。まあただザシアンへの巨獣山有効っぽいっすけどね。まあ風筋これしかなかったんで、いや、今まで戦った急所多いな。これは有効違いますからね。大変ありがとうございました。